おはようございます。ちょっと午後になってしまった。起きるのが昨日ね、別に夜更かししたわけじゃないけど、なんかちょっと寝すぎてしまいました。でも目覚ましとか多分かけたと思うんだけどね、かけないとこんぐらい寝てしまうんですけど、かけたと思うんですけどな。まあいいや。今日はね、なんと驚きなことに、12月最終日っていうか、2020年最終日です。もう、あと1日日が変わると、2023年かなになってしまいます。やばいっすね。はい。まあ、そんなことで、気温は、3度。ああ、もうなんか、完全慣れて、全然寒く感じなくはないけど、慣れてきた。もう、インコは寝るそうです。ふさんおやすみ。はい、ということで朝ごはんでございます。食パンですね。食パンと、あといろいろつけるやつが。ピーナッツクリームと、黒ごまホイップって初めて食べるな。よいしょ。あ、新品っぽいな。あと、ココナッツオイルとかもありますね。ココナッツオイル。はい。あと、ヨーグルト。とりあえずこんな感じで朝飯いただきます。あ、全然寒くない。さっきね、寝起きだったから、まあ若干寒く感じたかもしれないですけど、まあ今上着てるっていうのもありますけど、寒さあんまり感じないですね。いや、いい。気温、でも上がったのかな ?4 度か、1度上がってますけど、まあ全然多分慣れたっていうのもあるかもしれないですけど、快適です。天気は曇りですね、今日は。でも雨とか降る気配はないんで、まあその多分天気は荒れないんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、友人とせっかく年末なんで集まって食事をしようというようなことなんで、今集合場所に向かっております。今の時間が1時くらいかな、1時前くらいです。はい、YouTube ベビーダーオラも本当だ、カールって1だ。大丈夫？1か、これ広げないと、広げないと。あ、どうです。あー、今からあんまり時間ないからね。だいぶ煙が、新鮮な空気が入ってきた。普通に食うような走りやってきてる。やばいかな。いや、豚はやばい。これね、豚肩ロース。なんか牛っぽいけど、豚なんだよね。取ってた？これは違う？これ。追加で買い出しに回りました。目の前で値引きしてもらった。第2回戦です。火ついてる？うん、ついてる。温まってないんだ。油、あ、そっか。全然温まってないじゃん。鶏皮？鶏皮。ここで一目じゃん。ファーストが全然足りない。勝手な足もある。でも白がすげえ取ったやつ。いいこと言えねえの。本当は4枚いった。いや、持ってねえよ。何何？あ、そっち？電話？え、語ろう。頑張れ。え、中やばそう？ん？やば。油1個も引いてないのにその量ってえぐいな。うん。ありがとう。こっちも肉ある？うん。あるよ。なんかえぐいな。
まあ、そうなんですよ。ボタン連打してるなんて大丈夫。今年最後の太陽が沈んでまいりました。もう暗い。この青い空も今年は最後。あと6時間で年が変わります。ミスド来たけど全然種類がない。あー、これ3つ量がすごいな。福袋の在庫が、2箱目行ったのすごいな。何個買ったんだ合計。12個か。大志のだけじゃもうこっちに入れたら全部。そうだな。おはよう。違う、豆が残ってんだよこれ、ほらちゃんと引けてなくて、これちゃんとしたミルをつかないとダメなんだ。今日めっちゃやったんだけど。あ、やべ、あんま、ちょっと濃いめに入れてみましたけど、うまい。レモンドーじゃん。レモンドーじゃない。レモンドーはお酒か。酒飲んでんじゃないでしょうね、一人で。レモン、レモン、ね、レモンです。大丈夫なの？体重測り棒何グラムだったの？88かな。5 6 7。はい、おしまい。おしまいは2回ね。おしまい、終わり。終わりです。終わり、終わりよ。おしまい、お利口ちゃん、おしまい。横井田、おしまい。はい、おしまい。これうまいんですよね。タル、タロワンじゃなくて柏屋だっけの目、うん、レモンチーズタルト食べてきない。あ、こんな感じのやつで。お利口だね。めっちゃ甘いですよね、レモン。うん、もう食べた。このチーズの香りがすごいです。タルトもうまいし、うん、うまい。めちゃくちゃチーズのなんかこのレモン独特なチーズの風味を感じるんですよね。この中央のところのチーズの密度がすごくて美味しいですね、うん、本当にチーズ食べてるみたい。さて、ちょっとミスド買ってきたんでこれ食べようと思います。ノーマルのオールドファッションと、イチゴがかかったオールドファッションと、で、これがポンデリングの、なんかこの、
あの、なんだろうね。チョコと表面にこの、よくある、なんだろうな。クランチチョコ的なやつ、なんかこう、あの、スプレーチョコ的なやつがかかってるやつです。では、いちご味オールドファッションから。これ、いちごを食べたの、食べるの初めてですね。オールドファッション好きで。ミスで行くたびに買うんだけど。うん。うまい。やっぱ久々にミスド食べましたけど、うん、やっぱミスドうまいっすね。手作りでは作れ出しない味がある。コスパ最強だし、めちゃくちゃコーヒーの友になるし、あ、これもうまい。このクランチチョコとこのポンデリングの相性が最高ですね。うまいな。これ新発売か期間限定かわかんないけど、これ初めて食べた。おー、うまそう。かぼちゃ。それよりこっちでしょ、ま、お父さんが苦労して下ごしらえした。んー、なにそれ。エビ。エビか、うん、いいね。うまそう。これに時間かかったの。30分くらいかかった。これは何をつけてんの。これ明日食べるやつです。あー、小梅湯。いいね。夕飯です。すごい。なんだっけ、天ぷらが、これがナスかな。ナスとかぼちゃと、ナスじゃんこれ。これはキクラゲ。あ、キクラゲか、うん、で、かき揚げと青さのかき揚げ、うん、これは、あれバジルとか入ってるのこれ。じゃ青さ、海苔、うん、サーモンと、なんだっけ、チャーシュー、マグロ、マグロチャーシューじゃない、どう見たってあと、天ぷら、エビとエビ天ぷら、いいっすね。あと塩抹茶です。新そばですか。はい、なんでそば。バンダイさらしのこれ。へえ。はい。そば。うまそうですね。そばうまいな。うまいそば違いますね。十割そば。十割そば。いやー、いいね。結構、うん。刺身もこれ油多くてうまい。そこにいるうちに寝てほしいの。はい、おやすみ。バイバイ。また来年ポインコ。よし、ということで食べ終わったんで出かけます。友人と待ち合わせしたんですけど、なんか友人がもうなんかもう多分1時間以上前からうちの下に来てるらしく、まだ夕飯食べてなかったんでちょっと待っててもらってる状況なんですけど、とりあえずちょっと行ってきます。今の時刻が10時半過ぎ。あと2020年、あと1時間半ぐらいしかないというような感じです。もう寒っ。0度です、0度。寒い。ちゃんと厚手のパーカー。あ、なんか路面が濡れてるけど、あ、降ってない。降ってないか。でも降った痕跡がある。あと1分45秒。あとね、もう30秒。30秒。秒針見てまうな。俺も今日写真撮るよ。どこ撮る。なんか撮っとこないから自分の顔でも撮っとるわ。あと15秒だぜ。お、8、あ、もう5秒。5、4、3、2、1。はい、変わった、はい、おめでとうございます。2023年ではね、3ではね、はい、でございます。はい、面白かったです。あれめっちゃ渋いから、ね、めっちゃ渋いから、ね、いやー、もう、なんなのこの感想。めっちゃベタだな。いやー、年越せました、無事に。はい。